ミンク族は唯一電気を生み出せる生物。エネルギーとしての利用価値が高い生物なんです。だからミンク族は月で奴隷やってたんですよ。ミンク族はもともと月に、ウサギってのは月にいますからね。月から青い星に逃げてきたから、光月を見ると奴隷だった怒りで暴れる。月を見たら大暴れするっていうのは、小田先生が大好きなドラゴンボールオマージュですよね。そう考えても悟空と一緒で、ミンク族が宇宙から来てそうなのでぴったり。ミンク族の名前の由来知ってますか？ミンクやカシミヤってのは貴重で利用価値の高い毛皮の名前なんですよね。やはり貴重で利用価値が高い一族ってことでは。つまり彼ら3人は逃げ出したミンク族を誘拐しに来たんですね。だからミンク族は自転車で守られている。